さて、じゃあ違う場所に行こう。このセカンドライフの行き先ガイドというのを使って、ちょっとね、いろいろ探してみましょう。リーセントリーアデッドだから、これが最近追加された場所。もうちょっと広くできるかな。ここにいろいろ出てくるけど、この A っていうのはアダルトっていう意味なんだね。アダルトエリア。で、この M っていうのは、マチュリティレーティング。モデレート、サム、マチュアーコンテンツ。マチュリティ、マチュアー、どういう意味かはよくわかんないけど、アダルトではないって意味だと思います。このスナップショット1枚だけじゃどんな場所かほとんどわかんないんだよね。実際行ってみないと。マウント、コンナとかステーション。ステーションかもしれない。そうだね。クーロンディストリクト。ダスティーパドル。ちょっとここ行ってみようかな。はい。はい、ケイズキさん。はい。メッセージありがとうございます。ちょっとここ行ってみようか。あー、見た感じ、いまいちな感じだな。違うとこいいか。まあ、この、行き先ガイドっていうのを使うと、セカンドライフのいろんなね、場所があるから、そこを探すことが できます。まあ、この行き先ガイドに載ってないところもめちゃめちゃたくさんあるけど、まあ、ここにね、載ってるところは一つの目安として、まあ、ね、行くとこはないっていうか、セカンドライフどこ行ったら よくわかんないっていうね。そういう人は、この行き先ガイドを使うと、まあ、なんていうかな。面白そうな場所を見つけやすいと思います。リーセントリーアデッド、最近追加された場所は、ちょっとあれなんで、エディターズピック。これはおすすめの場所ですね。でも、なんか、ちょっと、いまいちな感じなので、フューチャーイベント、ショッピングイベント、アドベンチャー&ファンタジー。まあ、この辺は幻想的なものがいろいろあるというとこだけど、アートだと、まあ珍しいもの、セカンドライフらしいものがあるところに行けるかもしれない。ランディアート。まあアーティストのギャラリーのようなところもあるし、その土地、その場所自体がアートとして作られてる場所もあるしね。バーンドパブス、レストランツ、これはビーチ、そしてビジネス、ビジネスってなんだろう、ビジネス、ビジネスっぽい。カフェ&ハングアウツ。これはブラブラお散歩ってことはハングアウツ。
いまいちです。いまいちというか、まあ、見てすぐわかるようなもんじゃないから、行ってみないとわかんないけどね。このスナップショットじゃ全然判断つかない。キャッスルズ&ルーインズ。城とルーインってなんだ？建物って意味？これお城。これも、まあ、さっきみたいな大きな建物があるけど、チャットホットスポッツ、コスミック宇宙ってこと？違うじゃん。まあ一応宇宙っぽいのかな。サイバーね、スポット14個しかないけど、クーロン、昔あったシックっていう場所もないのかな。クーロンがあと引き継いだのかな。ディスカッションズ&コミュニティーズ、デュラン・デュラン。デュラン・デュランってこのミュージシャンだよね。エデュケーションはユニバーシティーズ、大学。大学ってどんなの？ノースカロライナステイトユニバーシティ。実際の大学が作ってるってことかな。チャイニーズアイランド、ザ・ユニバーシティオブウェスタンオーストオーストラリア、ナショナルユニバーシティオブスイなんとか、ユニバーシティオブ、まあいまいちピンとこないな。ノンポリん？ノンプロファイルズ、ミュージアムズ、ミュージアム、美術館。ナショナルヒストリーミュージアムオブビエナ、ビエナ。キャッツミュージアム。キャッツミュージアム行ってみようか、じゃあ。スナップショットを見た限りではピンとこないけど、名前がちょっと気になるので。ビューオンマップ。でマップを開いてビジットディスロケーションでいけるかな。テレポート、はい、重い。フレームレートがめちゃめちゃ重い。え？そんなことないね。一応、あ、そうか。え？フレームレートは出てるのに重いぞ。猫の鳴き声は聞こえます。キャッツミュージアム。この中に入ればいいのかな？読めますか。ロス、キャッ、じゃあゲイツ、ロス、ゲイツプロモ、ちょっとよくわかんないです。何言ってんだか。ガトスってもしかして猫のことか？ラザスデガトス。英語っぽくないもんね。マウ、エジ、ピ、エジプシオ、エジプシャンってことかな。はい、とりあえず、ホ
ットココア、美味しそう。タブレット、セキュリティかな、なんだろう。まあ、入り口で止まっててもしょうがないので、どんどん中入っていきましょう。招き猫。テレビがあるぞ。つくのかな。クリックオンザスクリーン、ユーズサイドアロートゥーセレクトビデオ&エンジョイ。つくかな。つかないかな。どうなのかな。あ、つきそうだね。あ、YouTube だ。再生してくれんのかな。セレクトビデオだって。あ、持続化給付金広告が出るよ、 YouTube の。何分ぐらいあるな、これ。6時59分ちょっと長そうだな、ほっとこう、放置。止めるには、あ、結構長いな、17分ぐらいのか。止めとこう。ここ面白いな、結構いろいろ見るところがある。猫のジェスチャーみたいなやつ。これはなんだ？見えないぞ。フレンドリープランツフォーキャッツ。猫に優しい植物ってこと？トクシックプランツフォーキャッツ。猫が酔っ払うってこと？また旅系のものかな。あ、猫がいっぱいいます。動かないけど、全部完全な置物だ。言語は何だろう、英語かな。英語っぽくないな。
何語かわかんない。トムとジェリーだ。こんなのさっきいたっけ？ザ・キャッツ・ミュージアム・ドネーション、ドネーションボックスか。動かないな、残念ですね。現実の猫もこんなもんだろうけど。これはキャッツミュージアムギフトショップ。まあ猫好きな人はこういうの見たらまあ喜ぶのかもしれないけど、これはなんだろう、写真とかではないのかな。ただの写真じゃなくてギフトショップだから、なんかもらえるもらえるのかな。なんだろう、クリックしてみるか。アポロメイがクリックとミーウィズアマウスメイキングマイデイブライト。クリックしたことで私は今日は楽しく過ごせますよみたいな、そんな意味ですか？それだけ。特に意味はない。モナリザ猫だ。キャッツミュージアム。もう上はないかな。これで終わりかな。ここはそんなに広くはないみたいだね。あれ、こっから入ってきたんだっけ？違うかな。あ、そうか。ここは着地点だったよね。ウサギだ。サミュエル・ザ・なんとかラビット。ワッチングはセレーナ・なんとか。猫がいっぱいいるところにウサギが来たら危険じゃないですか。でも変なウサギだな。さて、全然今日はいろんなとこ行けなかったけど、もう時間過ぎちゃってるので、今日はこれぐらいにしとこうかな。もうちょっといろんなところを見て回りたかったんだけど、なんかザッピング的にあちこち行くにはちょっと時間かかりすぎるな。